ということで、見ていただけたでしょうか。私とね、ゆあちゃんがプリクラを撮ってる様子、ですよね。もうだいぶ前だけどね。ちょっと遅くなっちゃいました。はい。はい。それでね、撮ったプリクラがここにある。ちょっと見てみましょうか。毎回ちょっと机紹介の時にも見せたと思うんですけど。こんな感じでーす。こんな感じ。はい。あ、いいじゃん。これでいい。こんな感じでーす。で、私が一番気に入ったのが、この写真だったんで。あ、この写真ね。だからこれを一番大きく。なるほど。したのね。可愛くない？うん、いいと思う。なんかマスクしててなんか怖かったけど。ね、そう、なんかでも、ね、一つの思い出みたいな。確かに。コロナの思い出みたいな。うん。確かに、マスクしてプリキュラ撮るなんて普通じゃないもんね。普通じゃないよね。もうこの時はもうそのことをもう忘れるぐらい、ずっと普通にマスクしてたって感じだよね。うん。確かにいい思い出。だよね。ねえ。はい、これがね、夏休みの良い思い出ということになりましたね。はい、そうですね。またね、遊べればいいけどね、冬休みとか春休みとかね。ね。まあね、日程がね、なかなかね、お休みが少ないっていうのがあるから、うまく、日程が合えばね、またゆうあちゃんと遊びましょう。ね、はい。はい。はい、ということで、今回ね、プリクラをね、ゆうあちゃんに撮った様子と、プリクラを紹介しました。はい、ちょっとね、紹介漏れがあったので、一応ね、はい、思い出としてね、はい、YouTube にも載せたいなと思って、はい、後からだいぶ日にちが経っちゃったんですけど、アップさせていただきました。すみません。はい、ということで、はい、それでは、バイバーイ。